皆さん、こんにちは。バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、ダイソーのね、プチ電車シリーズで遊びたいと思います。でですね、昨日カイジヘンリーさんが誕生日ということですね。まあ遊ぶ車両はこれにしようかなと思っています。見えるかな？スーパーズサ E351 系ですね。これがあるんですよね。まあ正面がこんな感じ。ちょっとシールずれてますけどね。まあここは100円ショップなんでしょうがないんですけど。これが先頭車ですね。で、駆動車、中間車がこういう感じですね。見えるかな？まあ、こういう感じです。先頭、まあ、こういう感じですね。で、後尾車がこれですね。スーパーズサ3番。顔はこういう感じになってますね。E351 系のスーパーズサ以外に、今回はですね、もう、鉄橋ですね。こういうのがあるんですけど、鉄橋でね、鉄橋を組み立てて遊びたいと思います。鉄橋はこんな感じです。まあ、こういう風に、こういうイラストになってます。こういうパッケージって言えばいいんですかね。パッケージという風になっています。で、コースですけど、まあ、こういう風にトンネルを作りまして、その次に、まあ、鉄橋ですね。こういう鉄橋を設定しました。じゃあ、早速ね、走らせていきたいと思います。じゃあ、スタートさせますね。動かしますね。少しね、鉄橋の角度を変えて走らせてみたいと思います。ということでですね、ダイソーのね、プチ電車シリーズ E351 系を走らせてみました。まあ、カイジ・ヘンリーさんの誕生日ということでね、今回はね、カイジ・ヘンリーさんと会うきっかけになったね、E351 系の車両を使ってですね、鉄橋で走ってる姿とトンネル走ってる姿の E351 系のプチ電車ね、プラレール、まあダイソーのね、偽プラレールと言いますか、その車両を使って遊んでみました。まあ結構ね、まあ電池1本で走らせられるし、車両自体もね、330円でね、購入できるし、線路も4本入って、カーブ線路が4本入って110円。直線線路も4本ぐらい入って110円で、トンネルも100、110円。で、赤い鉄橋も110円なんで、まあ、プラレールのね、入門編としては、いいおもちゃなんじゃないかなと思います。まあ、以上でね、こんな感じで終わりにしたいと思います。まあ、改めまして、カイジヘンリーさん誕生日おめでとうございます。